高城入姫命は、危機に伝えられる、古墳時代の皇族。古事記は高城の入姫命に作る。父は、頻田新若王で、母は、金田屋や姫命。王人天皇の日の一人で、ぬかた大中彦巫子、大山守巫子、巨来新地子、大原王女、木田王女の聖母。同母妹の中津姫命は、王人天皇の皇后で、乙姫命も、 王神天皇の日となっている。日本初期巻第10によると、中津姫命が王神天皇の皇后になる前に日となり、ぬかた大中彦子、大山守子などを生んだとある。古事記にも同様の記述がある。王神天皇は、五百条入彦子の孫にあたる三人の子をめとっている。初期巻第7によると、五百条入彦子は、地、足子、日本穂高と共に、 慶向天皇の巫子の中で地方に派遣されぬまま、天皇の膝元にとどめ置かれており、古事記ではこの三人が大使とされている。井上光定は、西武天皇、中愛天皇の名前が、後生風で、定期に記された。慶向天皇の元々の後継者は五百条、入彦巫子であり、山と武。 神宮皇后が挿入された結果、2名の架空の天皇の系譜が作られたのではないか。すなわち、三姉妹は、主人天皇の系譜と応人天皇の系譜をつなぐ役割を果たしており、応人天皇は、シン和若王の3人の娘の入り婿として、後を継いだのではないかという説を挙げている。その根拠として、伊予金入り彦、高城入り姫という名前に共通する。 医リという語句がそのことを象徴しているのではないか、としている。高城医療姫の知事心については、何の辞跡も伝わっていない。ありがとうございます。